これは夢かわ。夢かわ。どうも、東京挫折組でーす。どうもー。今日の企画は、たこ焼きアレンジレシピを作っちゃおうと。今日はね、こちら、たこ焼き器ね。このね、たこ焼き器ね、ちょっと調べてみたら、普通にたこ焼きを作るだけじゃなく、他にもね、いろんな料理がこれ、できちゃうっていうね。そうそう。例えばね、アヒージョとかね、チーズフォンデュとかも、このたこ焼き器でできちゃうんだって。あ、シューマイとかさ。でね、ちょっとね、僕ね、思ったことがあってね、このたこ焼き器を使って僕ら流のねアレンジレシピをこれ作っちゃいたいなと思ってさ。どう、瀬戸さん、たこ焼き器アレンジレシピ。いや、もうこれは早く見つけた方がいいね。やっぱり今自分に来ると思ってなかったでしょ。思ってなかった。それでは早速やってみよう。たこ焼きマン矢野さんから焼いてみます、今日。お、それでは早速ね、いろんなアレンジレシピ作っていきたいと思うんですけども、はい、今回はね、これほらもういろんな具材をね、もう大パーティーですよこれ。ちょっと最初のアレンジレシピはね、たこ焼き器クレープなんてどう？あらー、うん、これ可愛いんじゃないの。そうそう、可愛い。丸いクレープ。丸いクレープなの。そうだね。続いてのアレンジレシピはね、これね、お好み焼きの粉をちょっと用意してるんだけど、うん、今回はね、もんじゃ。もんじゃたこ焼きっていうのかな、なんて言えばいいんだろうね。ちょっとほら、丸いもんじゃ焼きなんかできたら可愛くない？可愛いよ。うん。そして、これ3つ目が、これ。プリンを用意して、ブリュレ、このたこ焼き器にこのプリンをもうちょっと出しちゃって、でちょっとブリュレ状になれば一番美味しいデザートになるんじゃないかなと。もうね、どんどんおのおの作っちゃいましょう。もうね、元となるもの。パーティー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 、ワクワクしちゃって。もう、なるほどね、食べたいなーって瀬戸さん、お薬始められました。いいね、いいね、いいんじゃないですか。いいね、いいね、いいね。いや、ちょっと楽しくなってきましたね。楽しくなってきた。いいね早速焼いていっちゃおうか。じゃあね、さあ、あとは温まるのを待つ。いや、ちょっと私一服はい、それでは準備ができたのでね、ここに油を敷いて、もうそこでね、全体的に、でもうここにね、作った具材をどんどん入れちゃいましょう。もう、はい、まずクレープの粉からね。じゃあ横一列入れちゃいます。はい、もう温まってきて、ちょっとクレープ感が、すごい、ちょうど、あ、すごい、ちょうど一列だ。もんじゃ、はい、もんじゃ、もうかなちゃん入れちゃって、もんじゃ上手。なんですか。さあ、おー、いいじゃん、いいじゃん。おー、もう全部入れちゃって。さあ、そしてね、プリンもね、もうどんどん、で、あとはうまくできるかどうかだからね。そうですね。あ、つるん。いい匂いだね。プリンとっても、あ、めっちゃいいじゃん。あ、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。クレープがちょっと固まってきて、じゃあ具を入れますか。じゃあもう具入れちゃってね。あ、いい。瀬戸さん、いちごなくなっちゃったじゃないですか。メロンがあるんだ、まだ。あ、メロンとかね。あら、とんでもないことに気づいたんですけども。ね、どうしたの、彼女は。私、もんじゃに卵を入れてないですね。あれ？見てください。あれ？これ全部なくなるはずだよ。まあ、でもできてるわね。でもできてる、できてる。これは大丈夫なの？くるっとどころか。串が綺麗になって戻ってくる。わ、クレープもね、かわいいよ、これ。
おお。すごいよこれ。かわいい。クレープ大成功ですね、もうすでに。テカテカだもん。なんか。あ、でもプリンもなんかちょっと、いや、もんじゃももんじゃでね。あ、でももんじゃもぽいよ。かなちゃんがね、すごくもうほじってくれる。ほじり上手。ほじり上手、ほじり上手ね。手持てないさあさあさあ、そろそろ3つとも完成したかな。出してこう、出してこう。マジで可愛いじゃん。いいわ、これすごいな、これ完成度。これはね、売れるわ。もんじゃ玉、もんじゃ玉も、もんじゃ玉って名前いいね。いや、いいですよ、なかなか。さあ、まだね、プリンもあるから。これブリュレだ、ブリュレ。あ、いた。あ、いたいたいた。あ、いいね。いいじゃん、いいじゃん。いた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 。すごい、ウニみたいなね。いいじゃない。これでちょっとね、ほら、クレープとかまだデコれるから。あ、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。おお、あー、かわいい。え、これは夢かわ。夢かわということで完成しました。これプリンもちゃんといますからね。うん、ブリュレもいますから。忘れないでよ。どうも、忘れないでよ、僕のことに。はい、もうどんどん食べちゃって。じゃあもう、はい、じゃあもんじゃ玉からね。はい。おお、うまい、よかったよかった。味もしっかりついて。うん、ついてるついてる。これはうまい。もんじゃ玉大成功ですよ。かなちゃんもどんどんいっちゃって。じゃあクレープ、クレープいっちゃおう。もう、あ、はい、じゃあクレープ玉もね、どうぞ。あー、いいじゃない、一口で。うん、お、あ、うまい、よかった。おいしい。いい顔するわ。じゃあちょっと俺も食べようかな。じゃあ完成したのは2つだっけ。忘れないでよ。これか、貴重な。え、これこれこれ、ちょっとブリュレ。じゃあいただきます。お、え、めっちゃうまいぞこれ。え、ほんのり、うん、カリッとなってるよ。すごい。ブリュレ ほじってみて、かなちゃんも。よし、いただきます。貴重だよこれは。超うまい、超うまい。マジでガチブリュレ。ほんのりこんがり、でもちゃんとプリン。そうそうそう。もうちょっとこのグミとゼリーの中間みたいな。そう、ちょっともちっとしてんだよね。じゃあ3つとも大成功じゃないこれ。わ、マジでうまい。じゃあ全部食べよう、これね。こっからまだパーティーありますから。こっからパーティーだ。こっからパーティーしよう、ね。いや、楽しかったですね。楽しかったよね。化け物出てきた。美味しかったこれ。いやいや、これは美味しい、マジで。思った以上だ。本当にぜひやってほしい、皆さん、うん、でね、皆さんもね、見つけたアレンジレシピこちらまでね。あ、ぜひぜひ、ぜひぜひぜひ、うん、まあね、一件も来ないんでしょうけど。今回の検証結果、たこ焼き器には無限の可能性がある。東京挫折組です。お願いします。